はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルービージュです。では今回は信長ネボ乱世記続きをプレイしていきたいと思います。まあ、ここまでですね、まあ、残念ながら美濃攻略戦、さらには本願寺攻略戦ともに失敗続きになってますんで、ちょっとね体勢の立て直しを含めてしっかりプレイの方をやっていきたいと思っています。でまずはですね、美濃の攻略ですね、ここをしっかり完了させて、その後本願寺、さらには足利将軍家というところでね攻略を進めていきたいなというふうに思っています。なんでも黒人衆にはしっかりで媚びへつらっておきましょう。自社衆も同じですね、兵糧をねたんまり送って心をわしづかみにしておきます。前田玄意にもね米を送っておきます。まずは消耗した兵の回復からですね。まあ、近江の浅井もね、もうその大市様の結婚イベントを待たずに攻略してしまってもいいかなという気もするんですけど、おお、数正か、再び豊塩をもちろん。数正が再び一武将として戻ってきましたね。軍団長クラスから一気に一兵卒の武将に格が下がっちゃいましたけど、まあ、ただ木川一正クラスになると戦闘で使えるんでね、合戦で。問題はね、自社衆なんですよね、自社衆。
まあ、以前お話ししたかなと思うんですが、この乱世紀だと同盟っていうものが基本的にはないので、まあ、あるとすれば婚姻ですよね。婚姻ぐらいしかないので、そう考えるとこの信長織田家だけで全て攻略していかなきゃいけないんでね、どんどん勢力を拡大していかなきゃいけないんですが、ここでちょっと足踏みしちゃってるのがもったいないですよね。多勢力がその分大きくなってきますからね。とりあえず近江と美濃、この辺りはしっかり味方につけておきましょう。これで美濃攻めの下準備が整いましたね。まあ、ここはダメ元で家康に出兵の依頼をしておこう。よし、ここはねもう一つしか城がないので、仮に家康が援軍でやってきたとしても、この大道城は信長の城になるはずです。訓練をもうちょっとしっかり入れといた方が良かったかなっていうのはありますけどね。まあ、基本的には全員出陣させていきます。二名隊はいらないかな。守備側には武田がつくのか、まあ、油断ならない戦いにはなりそうですね。スピード勝負で一気に決着をつけないと危ないかもしれないな。まあ、なんといっても武田が敵につくとなると、さて武田の援軍が来ましたね。まあ、半兵衛が突出、これ勝家かな、誰か騎馬隊できてるんで勝家っぽいな。勝家はあっさりやられてるな。ここは気合で勝家が撤退した分の補填を聞かせましょう。
秀吉がいると城の耐久の減りがやっぱり早いとかあるんですかね。結構順調に減らしてますよね今。さあここいらで一発気合を使いたいんですが、気合が使えない状態になってるな。気合使いたいぞ、気合使わせて、欲しいけど取ったね。しょうがないな、これ以上は持たないで出陣させるしかないですね一度。いや家康が何してるんだろう本当に、まあ、信用ならないのが分かってましたけど、これで武田と完全に事を構える結果になってしまいましたね。よし、これで美濃は平定しましたね。木曽義政が、まずは士官を進めましょう。ただ能力的にはカスもいいとこだな。よし、これで木曽路して美濃を平定したので、続いて本願寺攻めの方にシフトしていきますか。まあ、何はともあれ美濃から近江へ信長の座城を移しましょう。人事異動ですね。で美濃から近江へ、信長秀吉信虎半兵衛勝家利家、常ちゃんも連れてく、あとは、信兼増田長盛木曽義政、この辺りは連れていきますか。でちょっとね、鉄砲と馬が足りないんで、鉄砲と馬を買っておきましょうか。ちょっとお金がないのが心配ですけどね、まあ、一旦これにしておいて、あとは奉行を任命して立て直しを図りましょう。まず近江からいきますか。近江の方は開発系はもう一通り入ってるんで、軍事だよね、訓練もただ2人入ってるんでいいか。計略は信長が引き抜きになってるんで、これを登用に変えます。これくらいでいいかな。続いて美濃の開発入れとく。開墾、みんな能力低いんでどうにもならないといえばならないですけど、しっかりやってねっていうところですかね。で終わりは、みんなしっかり働いてくれてるであれば特にはいいかな。となればやっぱ近江ですね。近江の軍事開発だな。増田長盛に勝負をやらせよう。さすがの増田長盛だな。計略軍事 OK ですね。これで一通り全部完了です。じゃあこれで時間を進めていきます。
浅井長政も油断ならないな、こうやって見てるとね。さて順番で言うとどこから次攻めるかだな。まあ近江を平らげてしまいたいという気もするし、まあ、まずは近江だな。順番で言うと近江に対しては確実に味方になってもらえるように黒人衆と寺社衆に働きがけをしておきましょう。で近江山城と取って本願寺かな。いや北条も一気に勢力でっかくしてきてるし、伊達も大きくなってきてるし、これは本当に一刻の猶予もない状態ですね。イベントが始まりましたので、ちょっとこれは見ていきましょう。
さあこれで勝頼が家督を継ぐっていうねシナリオが見えてきましたね。金だけせしめられたな。はい、というわけで、ちょっと時間がいい時間になってきましたので、今回美濃攻め完了したのでここで一旦終わりにしてですね、次回は浅井攻めやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。